はい、キャンプやってますか。ニュージャック代表の佐藤です。本日はですね、今後ろに見えておりますベローズ ST テントおよびローズテント、ニュージャックでこの度新しく新発売しましたテント2種類についてなんですけれども、はい、こちらでございますね。今下に見えておりますこれニュージャックのスタンダードコットとワイドコットがあるんですけれども、これを実際にインナーテントの中に入れてみてですね、そのサイズ感の比較だったり、まあ実際にあとコットちゃんと入るのみたいなところを、検証してですね、皆さんの方にお伝えしていけたらいいなというふうに思っております。はい、で結構ねこのコット何台テントの中に入りますかみたいな質問が結構多かったので、まあ実際今日の動画でですね、そのあたりを検証してですね、皆さんの方にお伝えしていければと思います。はい、そんなわけで早速始めていきましょう。スタート。はい、そんなわけで今日ねテントの中に入れていく、まずコットのサイズ感スペックの方からですね、ご紹介していきたいと思います。ニュージャックでリリースしているコットのサイズ感としては2種類ございます。手前2台がスタンダードタイプで、奥にあるのがワイドタイプになってます。でスタンダードタイプに関しては幅が66センチで、長さが 188.5 センチという、まあ、かなり一般的なサイズ感のコットになってきますね。まあ、65センチ64センチ63センチそのぐらいがねスタンダードサイズとしては多く、まあ皆さんもね、1台ぐらいはスタンダードタイプ持ってる方もいらっしゃるんじゃないかなという感じですね。ワイドタイプに関してはですね、幅が約80センチの長さが208センチということで、80センチは結構なかなかワイドです。主にコットとしては75センチぐらいからのことをワイドコットっていう風に言うんですけれども、ユージャクのことは80センチありますんで、かなりゆとりのあるワイドコットということになりますね。今日はね、この3台を使って、それぞれのテントの方にコットを入れてですね、検証を進めていきたいと思います。はい、まず最初に検証していくのはこちらですね。ニュージャクのベローズ ST テント、こちらのインナーテントの中にコットを入れていってですね、サイズ感見ていきたいと思います。その中でまずベローズ ST テントおよびベローズノーマルサイズもインナーサイズは一緒なので、まあ、ベローズシリーズのインナーテントということになるんですけれども、まずベローズシリーズインナーテントの床面積なんですが、一番幅があるところで約315センチで、奥行きが230センチという形になってます。寸法だけで見てみるとワイドコットもですね、余裕で置ける寸法のサイズ感になってくると思います。じゃあ実際にね入れてみます。はい、まずはスタンダードコットですね。スタンダードコットを縦に入れてみましょう。はい、2台並べた感じ、これがスタンダードコットを2台並べた感じですね。はい、前後ですね、長さ方向に対して全然余裕があります。実際に横になってみます。はい、足先がテントに触れることもなくですね、余裕で寝転がることができます。でコットをこの向きで詰めていくと、ユージャックのスタンダードコットだったら4台ですねこの向きで入れることが可能ですね。じゃあこの状態でワイドコットもね入れてみます。はい、ワイドコットを縦にですね入れてみます。はい、一応入るには入りますね。ぴったりサイズぐらいの感じでね、入ります。はい、かなりゆとりがありますね。まあ、身長の高い方だと間違いなく足先がですねインナーテントに触れてしまうことになるとは思うんですけれども、コット自体はロースタイルで余裕で入るということがわかります。ちなみにもし全部をワイドコットにしたのであれば、ワイドコットだったら3台がね、マックス入る容量になってきますね。3台入れた他に左右少し余るぐらい、そんな感じだと思います。はい、ちなみに縦方向じゃなく横方向にして設置してみるとこういう感じですね。はい、こういう感じになります。スタンダードコットだったら3台入りますね。スタンダードコットだったら3台、ここにワイドコットを入れるのはね結構厳しくなりますね。入らないことはないんですが、少しこうインナーテントが広がっちゃいますね。はい、またあっち側傾斜がやっぱりついてますので、あっちで寝る方に関しては結構インナーの枠に触れることになっちゃうので、まあ、快適とは言えなさそうなんで、ベローズテントでコットを入れる場合は、まあ、この向きで入れるよりは最初ね見ていただいたような向きで使っていただくのがよろしいんじゃないかなという感じですね。続けてコットをねハイスタイルでも設置してみたいと思います。はい、今ハイスタイルにしてですね、スタンダードコットとワイドコットそれぞれを置いてみました。ワイドコットに関してはこの向きで置くには結構しんどいですね。角がですね生地をインナーテント自体を押してしまっている状態なので、多少なりともインナーテントにこう負荷がかかっている状態になってしまいます。それに加えてですね、やはりこういう風に寝そべった時にですね、よりインナーテントの傾斜にこう近くなってしまいますので、足先がやっぱり触れやすくなってきてしまいます。まあ、だからこそ逆にですね寝れば、まあ一応頭の方であれば足先よりもですね高さが低い分ですね、インナーテントのこの煩わしさというところは感じにくくはありますので、まあどうしてもこの向き
きでコットを入れる場合に関しては、まあ、こちら向きでですね、寝るのがいいんじゃなかろうかという感じですね。インナーの傾斜がハイスタイルにすると近づいてきますので、ワイドコットを3台入れるというのはかなり厳しくなってくると思います。もしワイドコットどうしても3台入れたいという場合、この向きで入れたいということであれば、まあ、ロースタイルであれば入りますので、それで入れていただくのがいいんじゃないかなという感じですね。スタンダードタイプに関しても、まあ、同じようなことが言えますね。高さが近くなった分、足先の部分がやはり生地として近くなってきてますので、ハイスタイルで4台ね入れていただくことは可能なんですけれども、コット自体がインナーテントと接触するような状態になりますので、まあ、使用する場合はロースタイルで使用していただくのが良さそうという感じですね。ちなみに横方向で入れるとこういう感じになりまして、これだったらねワイドコットといえども余裕でね、入れていただくことできると思います。まあ、スタンダードとワイドコットの2台体制っていう感じであれば、このインナーテントの中でですね、快適なコット生活を送れるというような印象になっていきます。なんでハイスタイルでもし入れるのであれば、まあ、この向きがですね、おすすめですね。もしくはどうしても縦で運用したいということであれば、まあ、数を入れすぎないという感じですね。ワイドにしてもスタンダードにしても2台ぐらいの運用であれば、あまり窮屈さは感じなくなってくるんじゃないかなという感じですね。はい、続きましてローズテントの方でコットを入れて検証を進めていきたいと思うんですが、まずローズテントのこのインナーの床面積ですね、床のサイズに関しては奥行きが約188センチで、幅が約260センチという形になっております。はい、なのでまあ面積からですね、スタンダードコットであれば縦方向にですね入れていただくことができるということがわかると思うんですが、ワイドコットに関してはそれがちょっと難しそうな感じはしますね。それでは実際にコットを入れて試していきたいと思います。はい、まずスタンダード2枚入れた状態なんですけれども、はい、全然ぴったりですね。もう完全ぴったりサイズで入っております。というのも、まあ、ぴったりサイズにインナーテントを作ったっていうのも、理由の一つなんですけれども、ユージャークのスタンダードコットであれば長さ方向ぴったりとですね、収めていただくことができます。かつですね、4枚まで、入れていただくことができますので、この辺はねベローズ ST テントの方も一緒というような感じになりますね。ローズテントの方に関しては壁が垂直に近く立ち上がっておりますので、ベローズ ST テントのようにですね足先がこうインナーテントに触れてしまうというような問題に関してかなりですね、軽減されることになります。実際にねちょっと横になってみたいと思います。はい、こういう感じですね。まあ、確かに全長がですねピタピタな状態になるので、上下は完全に壁に挟まれるような感じにはなってはしまうんですけれども、まあ、コット以上のゆとりがないという意味合いではそういうね感じがするんですが、とはいえ足先とかが触れるわけではないので、その辺はね全然快適性がありますね。で、問題はですねワイドコットですね。ワイドコットを実際入れてみたいと思います。ワイドコットを果たして縦方向に入るのかということなんですけれども、後ろちょっと生地を押した状態で、まあ、大体こんな感じですね。はい、大いにここが飛び出てしまってますね。はい、大いに飛び出てしまっております。まあ、一応入らないことはないんですが、問題はこの状態でクローズすることができれば、まあ、一応入ったことになりますかね。クローズできるか試してみます。はい、一応クローズすることできましたね。生地自体が、まあ、こういう感じで結構パツンパツンな感じ。こっちもそうですね、ちょっと押されちゃってますね。はい、なので一応見立てでは3台ぐらい入りそうな感じはしますが、それを入れると多分生地が相当引っ張られて、まあ、フックとかもね結構今ですら結構テンションかかってるんで、ちぎれてしまう可能性が正直出てくる感じだと思います。なので入れられてワイドコットに関しては、まあ、2台がね、この縦向きには、まあ、ギリギリ収まるかなという感じですね。まあ、それでもやっぱりインナーテントには負荷をかけてしまいますので、まあそれによってですね経年で、まあ、変なところに負荷がかかってですね破れてしまうというようなリスクは、まあ、ちょっとあるかなっていう感じですね。理想としてはコットがインナーテントのどこにも触れない、生地を押していないという状態が望ましいので、この向きでどうしてもコットを設置したいということであれば、まあ、ユージャクのスタンダードコットであればですね、どこに触れることもなく、まあ、もうぴったりサイズ、もう床かなっていうぐらいの感じで貼ることできますので、まあ、ロースタイルでスタンダードを入れていただくのが一番いいと思います。まあ、インナーテントがねいい意味で生地を押してくれている分ですね、寝転がった時によりね快適性が上がっているような気がしないでもないんですけれども、まあ、テントにはね多少無理をさせている状態になってきますね。続けましてハイスタイルで試していきます。はい、そんなわけで今ハイスタイルにして設置を行ってみました。こっちがスタンダードでこっちがワイドという感じですね。はい、スタンダードの方に関してはもう
ロースタイルの時とほぼ変わらないですね。まあ、若干ね、インナーテントの方が少しこう内側にテーパーかかってますので、傾斜かかってますので、少しあの角の部分がですね、当たっているかなという感じですけれども、まあ、こっちね、若干まだ余裕があるので、少し寄せてしまうと、はい、もうほぼ当たってないですね。はい、ほぼ当たってないと思います。一方で、このワイドタイプの方に関しては、ローでもスタンダードでもやっぱり押してしまうのは押してしまいますね。生地自体をねこういう風に押してしまうというような状態になってます。クローズできるかできないかで言えば、まあ、同じくですね、先ほど同様にクローズすることはできるんですけれども、はい、こういう感じですね。はい、クローズすることはできるんですが、やっぱりちょっと押しちゃってる感じですね。はい、ただテントの結構この真ん中の方で押してるので、さっきよりはわずかにテンションが逃げてるような気がしないでもないですね。なんでむしろこの向きでもしワイドを入れるのであれば、同じく2台マックスだとは思うんですけれども、まあ左右もしくは真ん中センターにですね、2台入れてしまうというのが、この向きだったら正解になってくるかなという感じですね。はい、だいたいワイドサイズ入れた感じの印象伝わりますでしょうか。はい、ちなみにですが、ローズテントに関しては、コットをですね、ハイスタイルでこの向きでこう2台並べた時にですね、このポケットが最大限有効活用できる場所、ポジションにですね、設置しております。どういうことかというと、はい、この状態でですね、はい、ここのポケットに小物を入れておくことができるっていう感じですね。はい、こういう感じですね。あとは、有弱のリモコン式 LED ランタンのリモコンとかね、ここに入れておくと、なくす心配もないですし、寝袋から出ずにですね、電気を消したりとかして、使い終わったらここにしまうというような感じができます。まあ、足元としてこっち使っていただいてもいいですし、こっちをね、頭にして使っていただくというのもありだと思います。はい、実際こういう感じになるので、まあ、貴重品がね、頭の上にあるというのは結構安心感も高いポイントなんじゃないでしょうか。ポケットはこっち側とあっち側の2箇所に設けられておりますので、ハイスタイルとしてこのコットをね、使った時にはかなり有効活用できると思います。まあ、ロースタイルとして使っていただいた時に、このポケットをね、有効活用していただくのは全然問題ないですね。はい、寝転んだ状態で全然手が届く範囲にありますので、はい、ロースタイルとして使っていただく分にも使いやすい位置になってます。はい、続けまして、横方向ですね。横方向に入れた感じはもうこんな感じでございます。今奥にあるのがワイドコットで、手前がスタンダードコットになるんですけれども、ワイドコット横幅に関しては全然余裕でですね、入れていただくことできます。ワイドだったらまあ2台入れることできますし、スタンダードだったらまあギリ3台かな、はい、ギリ3台この向きで並べていただいた他に、こっち側に荷物を置く余裕が出てくるので、いずれにしてもスタンダードだったら結構スペースの有効活用できるかなっていう感じですね。で、まあ、コット置いちゃうとここからね入ろうと思った時に、まあ、もう床が全部コットですみたいな状態になってしまいますので、そっち側の出入り口を有効活用していただくことによって、寝るときはね、あっち側から出入りするっていう場合であれば、荷物を保管した上でですね、まあ、コットで寝るというようなこともできると思います。まあ、ハイスタイルにすればコットの下にもね、あの収納スペースを作ることできるので、それはそれでありなんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっとスタンダード本当に3台入るのかどうか気になるんで、まあ、まず2台並べてみましょうか。あ、まあ、ギリだな、かなりギリだな。はい、スタンダード今2台ね入れている状態なんですけれども、まあ、ここの幅かなりギリですね。はい、これ多分ね、端っこに寄せると結構やっぱりさっきのハイスタイルと同じぐらい生地に負荷かけちゃうかなっていう感じですね。端っこに寄せちゃうともうこれしか幅空いてないので、はい、ここパツンパツンにね引っ張ってしまいますね。なのでワンチャンハイスタイルを一番奥に1個置いといて、あとロースタイル2台みたいな感じの段差付きで設置する分には置けないことはないと思うんですけど、まあ負荷かかるんで、まあスタンダードをもし並べるっていうことであれば、縦方向にですね、縦方向に今3枚並べていただいて、あと1枚分は荷物置きにするというような使い方が一番いいんじゃないかなって思いますね。はい。まあ4枚ね、スタンダードだったらこれ入れることできるんで、まあローズテントにおすすめのコットは、有弱スタンダードタイプを、まあ3枚から4枚ぐらい並べる。4枚並べるともう完全に床が空中に浮いてる状態を作り出すこともできそうですね。はい、改めて構成を戻すと大体こんな感じでございます。まあ、今ね改めて確認すると、ここがやっぱりこうセンターを少しスタンダードコットが割ってるので、まあ、4枚並べようとすると、まあ、生地をね少しこう引っ張っちゃう状態にはなってしまいそうな気はしますが、まあ、現実的な路線でいくとやっぱ3枚ぐらいが生地に負荷をかけず置けるサイズ感になってくると思います。まあ、若干ね
垂直とはいえ多少なりともこう傾斜してるっていうのがやっぱりありますので、まあ、その分やっぱり生地が少しこうね引っ張られてしまうという感じですね。まあ、どうしてもテントの中でコット使いたいということであれば、まあ、ユージャックのスタンダードコットであればこういう感じで置いていただくことができると。はい、なので最後そろそろねまとめていきたいなというふうに思います。今日の動画ねご覧いただいた上ですでにコット持っている方であれば今日見ていただいた動画を参考にですねテント選びに有効活用していただければと思うんですが、まだコット持ってなくてこれからコットを買うの検討してるよという方であれば、まあ、おすすめとしてやっぱり一番しっくりきてるのがこのローズテントにスタンダードをこの向きで並べた時が今まで見た中では一番こうコットを並べて、まあ、しっくりきてるかなっていう、なんかもうジャストフィットシンデレラフィット感すら、ある状況になってますので、まあ、スタンダードをこの向きで並べていただくというのが、まあ、一番ね、おすすめになってくるかなというふうに思います。ただコット 2,3 台を余裕を持って置きたいということであれば、まあ、床面積が広いですねベローズテント、ベローズシリーズの方が室内空間は有効活用されてくるんじゃないかなというところですね。はい、まあ、そのあたりを踏まえてですねぜひまあ、コット泊が好きな方に関しては今日の情報をですねテント選びに有効活用していただければなというふうに思います。はい、そんな感じで本日の動画いかがだったでしょうか。本日の動画が参考になったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その場で通知設定もオンにしておいてください。あとはさましてこちらですね、はい、X インスタグラムユージャックの公式 LINE やっておりますのでこちらもしてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。今コットの上にあぐらの姿勢で座ってるんですけれども、なんか空中ベッド感が少しありますね。なんかねここみっちりとこう4枚のコットで覆うことができたら夢の空中ベッド生活が実現するかもしれないです。まあ最後の最後になりますが、あと地味におすすめできるポイントとしてはやっぱりローズテントの方がですねコット入れやすかったです。なんでかっていうとこのインナーテントの開閉の仕組み、こっち側にあるような D 窓とちょっと違ってですね、こう全体的にぐるーっとなった投げ込み式のウィンドウになってるんですよ。結構ここの厚さとかも薄くて、この開閉がガバッと大きく開くので、コットとかかなりスムーズにこう出し入れしやすいですね。まあ、その辺を含めて考えると、結構ローズテントの方がコットには最適なんじゃないかなっていうところと、あと垂直の壁も相まってですね、コットには合ってるような気がします。まあ、当然、この、小物ポケットとかもコットのことを考えてその位置に配置されてますんでね。まあコット泊にこだわり強い方はローズテントの方がおすすめかな。